寄り道。数名の仲間と一緒に名所旧跡を訪ねたのだ。ところがすぐに帰ることになって旅館を出る。寄り道していたら、そこは駅構内の市場。危うく手作り展示品を落としそうになった。その因縁から店の手伝いをするよう地元の顔役から強要される。さあさよってらっしゃい、見てらっしゃい。やけくそになって口上を述べる。私に包丁を持たせたらすごいことになるよ。拘束のために歯が見えない効果を出すつもりで、ブーンと擬音を発しながら包丁を動かす。なんとかごまかしその場を離れる。再び旅館の前に仲間と集まる。出発しようとしたら何者の鍵がない。どうやら旅館の支配人が隠したらしい。まったく、どいつもこいつも。誰か何とかしてくれないものか。半ば諦めつつ、周囲を見渡す。